前回もお届けいたしましたが、パタヤセントラルフェスティバル、今回もやってまいりました。今回はですね、セカンドロードの、まあ、ビーチロードの反対側ですね、こちらの入り口からちょっと入ってみたいと思います。中入ったらね、めっちゃ涼しい。そしてここでちょっとゆっくりすることができるんですよね。まあね、これパタヤで外ずっと歩いてたら、必要以上になんか体力消耗するんですよね。日差しも強いし汗もかくし、でもこういうショッピングセンターで涼ましてもらうと一気に元気になります。ここ上がったらちょうどビーチロードに出るんですけれどもね、ビーチロードはこんな感じでいろいろと賑わっております。まあでも景色が綺麗ですよね。さて今回は上から攻めてみようと思います。上からね、ショッピングセンターの上から眺めた景色はこんな感じです。セントラルフェスティバルの一番上は飲食店フロアに出るんですね。まあ、前もちょっとお届けしましたけれども、日本料理が非常に多い。バンコクでもね、セントラルワールドちょっと行った時にお腹空いたらセントラルワールドいうぐらいね、飲食店が充実してますよ。そして結構こう日本食多いんで日本人喜びますよみたいなことを言ってたんですけれども、まあ、セントラルワールドと同じくセントラル系列ということで、このセントラルフェスティバルもですね、お腹空いたらセントラルフェスティバルかな。まあ、こういったショッピングセンターのレストラン街はとにかく綺麗、そして涼しい、そして料理も美味しい、しかも安いで、まあ僕結構トイレ近いんですけれども、トイレが綺麗っていうのもポイント高いですよね。あのトイレに紙がある、当たり前やんけって思うかもしれませんけれども、紙がないトイレ結構あるんですよ。その5バーツでね、紙を買わせてもらったり、またトイレ入るだけで5バーツいるとかね、10バーツいるとか、そういったところも結構ありますけれども、そんな不便な思いをしなくても済むっていうのがポイント高いですよね。こちらのセントラルフェスティバルはショッピングしながら海が見えるという、この立地やばいですね。夕日がすごい綺麗です。さあ、じゃあちょっと店内奥の方まで歩いていきたいと思いますけれども、夕日もう一回見たい、こんな感じですね。ここパタヤビーチはですね、海面に船がいっぱい浮かんでるんですよ。ここちょっと行ったところにね、水上レストランありますので、また取材してみたいと思いますが、こちらがヒルトンですね。ここヒルトンとつながってますので、ヒルトン泊まってここに買い物を来ることできますし、またこっちで買い物した後にヒルトンでね、あのルーフトップのめちゃめちゃ雰囲気のいいバーがありますから、そちらで楽しむこともできますね。あ、これダイソーですね。ダイソーは260円ぐらいするんちゃうかな。確か60バーツやったような気がするんですよね。電気屋さん、テレビがいっぱい置いてあります。このね、液晶テレビ、まあ、もちろん日本でもいい製品いっぱいありますけれども、やっぱり綺麗ですよ。まあ、僕は今コンドミニアムに新しい 4K テレビついてるんで、大きなやつね、なので不自由ないんですけれども、パッと値段見てたら、いろんなねテレビが結構日本より安くで手に入るような感覚があるんですよね。まあ、ちょっと実際には調べてみないとわからないと思うんですけれども、こちらは冷蔵庫とか洗濯機、家電ですね。最近ね、日本ではどんなん売ってるんかなっていうのをあんまり見てなかったんで、ちょっと比較ができないんですけれども、やっぱり見てたらワクワクして欲しくなってきますよね。先日こちらのフロアのですね、トゥルー5っていうこちらの携帯電話の会社があるんですけれども、そちらで SIM を、ゲットしましてですね、そして家のインターネット環境も設定していただきました。あのこっちはですね、 SIM めっちゃ安いんですよ。速度も速くて無制限のやつね、1ヶ月200バーツで契約しましたけども、200バーツって言ったらまあ800円いかないぐらいなんですよね。さらに年間にするともっと安いということでですね、インターネットの方も家に引いたのは399バーツと599バーツだったんですけれども、599バーツの方にしました。こちらもハイスピードで無制限、もちろん無制限ですね、家のインターネットですからね。で、驚いたのは日本と違ってこのインターネットを契約すると Amazon TV とかあの Chromecast みたいなものがついてきました。これ True5 のねサービスなんですけれども、そちらでテレビに映して YouTube でも Netflix でも何でも見れちゃうという感じですね。さらにさらに驚いたのは、このインターネットを契約すると SIM、 その携帯に入れる SIM もねついてきました。いや、日本と比べるとね、このインターネット環境むちゃくちゃ安いんですよね。
まあ逆になんであんな高いお金毎月払ってたんやろって思うようなね、まあ実はまだ日本でも全部払い続けてるんですけれども、思えば日本でお支払いさせていただいているインターネット通信料、携帯も全部含めましてね、そちらの金額で最高級タワーマンションがね契約できてしまうというような、本当にところ変われば品変わるって言いますけれども、そういうのは驚きですよね。こちらは飲食店フロア、下の方に降りてきましたね。よくスーパーとか行くとフードコートがあるじゃないですか、まあ、そういうフードコートみたいなノリですよね、たくさん安いフードコートがあります。そしてこちらはスーパーマーケットですね。このフェスティバル、セントラルフェスティバルの地下1階にある食品売り場です。この食品売り場もね、なんか新鮮な、これエビとかね、海鮮、そしてお肉、これは、お弁当かな。もう見ててね、食べたくなるものがわんさか。見てください、これ結構ね清潔感やっぱり溢れるんですよね。ここに来ると食材買って帰って家で調理がしてみたくなりますね。そんなにね値段も高くありませんので、これ49バーツって言ったらいくらですか。49バーツ日本円にすると、まあ、200円いかないぐらいでこうやって弁当とかも売ってるんですよね、揃わないものは何もないという感じですね。例えば家で日本の料理作りたいななんて思うと、これ餃子のタレとかね、いろいろこの日本料理を作って醤油、こういうものも全部揃っております。で僕はね結構そのタイ料理とか好きなんですけれども、中にはねやっぱり外国来たら日本食が恋しいみたいな方、そうそう見てください、結構ねそばとかうどんとか納豆とかもう、ほぼ何でも揃うという感じですか。味噌もありますよ、バッチリですね。ラーメンもね、それからお豆腐もね、豆腐といえばポン酢で湯豆腐とかできるんちゃうかなとかね、お寿司なんかのメニューも結構充実しております。こういうスーパーの中では、あ、サバ弁当あった、これ買って帰って食べようかな。安心してね購入できますよね。こちらはねハーブとかそういうアロマとかそういったものの専門店です。体にちょっと悪いところがあったりすると、こちらの店員さんに聞いてですね、いろんなものをおすすめしてくださいます。結構こういう健康志向の方にとったら日本では見られないようなものもあって面白いんじゃないかなって思いますよね。まあ僕はこのセントラルフェスティバルの地下1階結構好きですね、個人的にね、歩いてて興味が持ててちょっと買ってみようかなっていうようなものがたくさんあります。でこちらね食品売り場からちょっと歩きますと、またいろんなものを売ってるんですけれども、見えてきました、こちらギターですね。ギターもねこれ日本で売ってるギターとはまたメーカーが違うんですよね。1個1000バーツっていうのがあったんで、1000バーツ4000円ぐらいですかね、ちょっと買ってみようかななんて思っちゃったりもしたんですけれども、無駄に衝動買いしてもね仕方がありませんので、じゃあちょっとねこの、外にね地下1階フロアからビーチロード側の外に出てみたいと思うんですけれども、マクドのマークが見えますね。こちら出ますと広場がありまして、ここでいろいろライブ演奏したりとかですね、イベントが催されております。でこのイベント会場みたいなところの横に屋台みたいのがあるんですけれども、こちらの屋台でね売ってるのがまた美味しそうなんですよ。これお寿司ですね。めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。思ったら肉焼いてたりとかね、お料理がたくさん並んでおりますけれども、こちらの方で、買いまして、そしてビールも買いまして、そしてこちらに座ってですね演奏なんかを見ながら楽しめる、そういうスポットです。昼の顔もいいんですけれども、夜のちょっとビーチロードのね、顔を見てみたいと思うんですが、ライトアップ綺麗ですね。こういうライトアップされた中をくぐり抜けますと、こちらがパタヤビーチですね。まあ夜というか、まあ夕方ぐらいになるんですけど、うっすらちょっと暗くなってきてライトアップが始まりました。ライトアップされるとねまたイメージが変わりますけれども、こちらの高いビルはヒルトン、そしてヒルトンから見下ろすこのパタヤビーチ、セントラルパタヤのビーチですね。こんな感じです。でこのビーチ沿いにも面白い店とか美味しいお店もたくさんありますのでね、夜風を感じながら散歩するのもまた
になりますね。いかがでしたでしょうか。パタヤの中心地、セントラルパタヤのね、パタヤセントラルフェスティバルモールからお届けいたしましたけれども、旅行なんかでパタヤ来たら絶対ここは来ると思うんですね。ここに来たらもう何でも揃ってるんで一安心というようなことで、ちょっと気に留めておいてもらったらいいかなというふうに思いました。さあこれね、最後にこのセントラルフェスティバルモールのビーチロード側から見た姿を写しておきたいと。うわこれ美味しそうやな、これ買って帰ろうかな。まあご覧いただいてですね、まあ第一弾でも言ってたんですけれども、このビーチロード、それから奥のねセカンドロード、それからそのまた奥のねサードロードがね異常な盛り上がりを見せておりますので、そういった意味では、まあ、ヒルトンホテルもありますしね、もう何度でも何歩でも楽しめるスポットになっておりますので、まあ、このセントラルパタヤ丸1日かけてツアーするのもいいかもしれません。